ま、あの、脳のですね、えー、働きを整えるためには、実は、腸を、 整えることが大事だっていう、この脳腸相関の話をします。えー、まあ、の腸はですね、第二の脳と言われ、セカンドブレインと言われていて、実は脳とか心の働きを整える上で、腸の働きを整えるってことはとても大事なんですけども、なんとなく我々今までですね、その、なんとなく最近気分が優れないんだとか、ちょっとうつなんだっていう時に、まあ脳のことばかり考えてて、で、例えばそこでセロトニンが不足してるだとかですね、そういう話をしてたんですけども、まあそれ、それとても大事なんですけども、一方で、えー、脳の調子、 心の調子を整えるためにえ、腸を整えることも大事だということがだんだん分かってきた。えこのガットプレインアクセスと呼ばれるですね、その、まあ、様々なそのコネクションがあるわけですね。例えば、腸内細菌のバランスを整えて、その腸内フローラーと呼ばれるあ細菌の、まあ、働きを調節することで、回り回ってその心の 状態、脳の調子が良くなりますし、逆にですね、ストレスとかが脳で溜まると、それが、えー、腸の方にも影響を与えると。えー、あの、まあ、最近ちょっとなんか調子が悪いんだよなとか、気分がそれがないんだよなっていう時には、食生活をね、見直していただきたいんですよね。 であの腸内細菌を良いバランスに保つための食品というのはよく知られているわけですね、プロビオティクスと呼ばれるものだとか、もちろん乳酸菌なんかもいいでしょうし、それから食物繊維なんかもいいんですけども、あのやっぱり自分の体とです、ね、対話していただいて、今、自分の腸はどういうものを欲しているのかということをモニターしていただく。 まあ、スペシフィックハンガーと呼ばれているものが知られていて、スペシフィックハンガーっていうのは、なんかお腹が空いたっていうよりも、具体的にこういうものが食べたいんだよな、みたいなことが分かることがあるんですけど、これは、腸が脳に対して、いや、実は我々、あの、腸内フローラーをね、バランス取るために、こういうの食べたいんですよね、っていうシグナルを送っている場合もあると。ですから、自分の体、自分の内なる心に耳を傾けてで、こういうものを食べようというふうに挑戦することが大事だし、逆にですね、その、まあ、お医者さんなんかに聞くと、 ちょっとなんか最近胃腸の調子が悪いんですよねって訴えれこらえて、で実際に検査してみると何の問題もないみたいな方がいらっしゃるっていうんですよね。で、そういう方ってのはひょっとしたらそのストレスの方、脳が受け止めてるストレスの方で、腸の方に影響が出てる可能性もあると。ですから、と腸がえ一体となって、 で、存在するんだという意識をもっと持っていただいてですね。え、それで、えー、その、腸内細菌、腸内フローラを、えっ、ー、と、保つために、適切な食生活をしていただいて、で、同時にストレスはあんまり溜めないような。 えー、ことをしていただくとですね、心と脳の、えー、調子を整えることができます。で、あのこの脳腸相関というのはですね、今、とても注目,注目されていて、僕、あの数年前に行った、えー、ササイティフォーニューアルサイエンス、北米神経科学会の、えー、年会でもですね、えー、セッションが、えー、とずいぶん長いのがあって、僕、そこに出て聞いったんですけどあの、いろんな方がいろんなことを研究されていて、今、最新の知見がどんどん集まっているところです。あ,のあとですねあの、これ、子どもたちの学習支援をしている方に聞いたんですけど、まあ なんかそのご家庭の状況なんかで、えー、子どもたちがなんか勉強できないっていうんでじゃあ勉強のサポートをしようっていう方がですね発見したのは実は勉強のサポートする前にその子たちにおい、えー、しいものをたっぷり食べさせる。 これが大事なんだってことを、えー、発見したそうで、それでほとんど問題を解決すると。だ今いわゆる子供食堂なんかは、そういうことを、えー、と取り組んでる素晴らしい試みだと思います。あの、私の友人の翔谷健はですね、時間論の哲学に悩んでいて、あもう時間は難しい。わからない。もうダメだと思って、東京都に行ってですね、美味しい天ぷら食べたら治っちゃったという <laughs>。まあ、これもまあ農地著相関かなと。ですから、その、 心の問題だと思っていることが実は、えー、腸の問題でもあるし、あと腸の問題だと思っていることが、えー、心の問題でもあるというこの脳腸相関について、えー、意識を持って、えー、ぜひ、えー、前向きな人生を送っていただきたいと思います。もう1回以上でした